さあ、続いては今日からスタートする新コーナー、オービックシーガルズのガルズ TV です。このコーナーは習志野市を拠点に活躍する社会人アメリカンフットボールチーム、オービックシーガルズを応援しようと誕生したコーナーです。アメリカンフットボール日本選手権で今年3連覇を達成した日本最強のチーム、オービックシーガルズ。ホームグラウンドは習志野市。そんな彼らの素顔に迫るのがガルズ TV。時の流れに見はじめまして、オービックシーガルズランニングバック35番、山崎浩二です。よろしくお願いします。昭和の歌謡曲が大好き、チームのムードメーカー、山崎浩二選手。愛称は浩二。相手ディフェンスを翻弄しながらボールを前進させる切り込み隊長。そんな山崎選手がオービックシーガルズの練習を紹介してくれます。はい、皆さん、こちらがですね、私たちが、毎週練習をしているオービックシーガルズの赤根浜グラウンドになります。まさに私たちの青春の、場所でございます。そして聖地でございます。しかしですね、本日はここでの練習ではなくて、あるところに行って全員で練習をしていきます。それでは行ってみましょう。雨の中、急いでバスに乗り込む選手たち。一体どこへ向かうのでしょうか。おばあちゃんどこ行った。お、読んだ。こちらなんですけれどもですね、今先ほどバスに乗り込んだところがですね、ちょうど見えますでしょうか、あそこの白い建物、あそこが私たちのホームグラウンドがあったところです。そこからバスで移動してきまして、今ここの砂浜に来ています。ここは千葉市美浜区の幕張海浜公園。まあ、一見こう海があってですね、のどかな場所なんですけども、ここから激しい、トレーニングが行われますので、皆さん注目してください。なんと砂浜で練習開始。ここから4連覇に向けての挑戦が始まります。ゆっくり強く、ゆっくり強く、ワイドベース、ゆっくり強く、ゆっくり強く、つらい時こそ声を出して自分を鼓舞する選手たち。それにしても、なぜ砂浜で練習を行うのでしょうか。普段こう整備されているグラウンドの一定の表面よりはいろんなところに負荷がかかるし、いろんなことところを使わないと自分がイメージしている動きができないというところなので、その辺負荷が高くなるということですね。この日の練習はランニングやダッシュなど、とにかく下半身の強化に取り組みます。次にどんな練習が行われるのか選手には知らされていません。最初から体力をですね、温存してペースを考えてやってしまうので、意識的にというよりも無意識にですね、自分のこう守る力というのは人間が働きますので、おのずとこうペース配分してしまうところは、メニューがわからないとですね、いつこう終わるのかわからないという、その本気の連続を繰り返すというようなところをですね、狙って練習をしているので、体力的にもそれから精神的にもですね、鍛わられる練習となっています。シーガルズのスイーツ、お疲れ様。選手全員の掛け声で練習は終了。いい練習でした。フットワーク軽くなりますよね。やっぱこうコンディション悪い中で動きにくいんで、すごい状況が悪い中で自分の動きをどんだけ出せるかっていうところではいいチャレンジできました。はい、はい、ようやく約2時間半の練習が終了しました。こういう形でですね、オービックシーガルズの活動を少しですけれども皆さんに毎週、お伝えできればなと思ってますので、またぜひ番組を見てですね、オービックシーガルズのことをたくさん、知っていただければと思います。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。待ってー、まだバス行かないで。
今週のオービックシーガーズ。今月14日日曜日、オービック習志野グラウンドでオービックシーガルズチアリーダーシーチアのジュニアチーム無料体験会を開催します。今月20日土曜日、オービック習志野グラウンドでフラッグフットボールで遊ぶ日を開催します。ぜひこの機会にお気軽にご参加ください。詳細はオービックシーガルズホームページまで。いつ終わるかわからない本気の繰り返し、こういった練習を積み重ねること、彼らの強さの秘訣なのかもしれませんね。なお、今お伝えしましたように、今月14日日曜日、オービック習志野グラウンドでオービックシーガルズチアリーダーシーチアのジュニアチーム無料体験会が開催されます。また今月20日土曜日、オービック習志野グラウンドでフラッグフットボールで遊ぶ日を開催します。ぜひこの機会にお気軽に参加してみてください。詳しくはオービックシーガルズのホームページまでご覧ください。次回のガルズ TV もお楽しみに。